藍染め店完成しました。どうですか？こんな感じです。めっちゃかわいい。後ろ見して。かわいいね。ちょっとね、手をね、細くすぎたかなと思ったんやけど、なんかそれが逆にいい感じになった。めっちゃ似合ってんで。やった。今はもう到底暑い中我慢してきてるけそうど、やな。早くこれが着れるようになりたい。糸はね、ここと前と後ろのここが一緒で、で、ここと3種類と、これまあ引き揃えで細い糸とを使ってます。そうだね。引き揃えたやつはちょっと濃いめに染めたやつやそね。う、濃いめに染めたやつの引き揃えもまあ2種類タイプを使ってあ、そまうだす。ね。途中で糸割っちゃっ途中たでもんなくなっね。たから。なんで、色が、藍染めの色でも3種類色が出てる感じになってます。ちょっとアップで写してもいい？こんな感じでーす。ちょっと腕ピュッてあげて。いい感じだね。嬉しそうだね。これはいいわ。ぴったりな感じがする、自分にサイズ。ほんまぴったりのサイズ。あ、めっこちゃれ似合っては、る。身頃はサイズ2で作って、腕はサイズ1で作りました。一番ちっちゃいサイズやね。そう、自分の覚えるとくよ。で、普段ピーは手がちょっと緩いから大きくなりがちなんだけど、今回使った糸が、指定より細かったから、多分ぴったりくらいになったんちゃうかな、もそう思う。う。でもそれがいい感じになったね。胸元のこの色の切り替えが可愛い。そう、偶然この糸がちょうどここでなくなったから色変えたんやけど、いい感じになっいい感じになったた。ね。藍染めの帽子も作ってたよね。作ってた。あ、かぶってみよそうかれとな。かぶったらな。ちょっと待って。帽子もつけてみました。同じ色やな。これとここが同じ色にいいなった。ね。いいじゃん。嬉しい？うれしそう。よかったね。早くちょっと涼しなってね。これセットで着ていきたい。絶対かわいいわ。ズボンも黒系でもいいし、なんかベージュじゃないわ。グレーとかね。そういう色も合いそう。いいんじゃないでしょうか。大満足のできました。よかったね。じゃあ完成動画はこの辺りにします。ご視聴ありがとうございました。じゃあこの動画が良かったと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたねー。バイバイ。酩酊セーターめっちゃ着心地いいから、興味ある人は PTM のショップもしくはまっちゃんのラベリーにパターンがあるので見てね。バイバーイ。バイバーイ。